豊橋鉄道も3600系電車は、豊橋鉄道が、かつて保有していた、路面電車用の電車である。元は、三重交通541系であり、同社新都線廃止後、譲り受けたものである。三重交通541系543号を、イメージした新都バス1937年10月に、当時新都線を経営していた、東方電力が導入した、 大阪鉄工所製造の四軸ボギー車である。1944年に、三重交通541型に改称し、新都線で運用される。1961年、三重交通新都線廃止に伴い、541計算量が豊橋鉄道に譲渡され、模波600型に改称東田本線に投入される。東田本線で初のボギー車であり、 空気ブレーキ装備車となる。製造当初の終電装置はビューゲルであったが、豊橋鉄道に移動後 Z パンタグラフに変更されるが、ビューゲルに戻されている。また、新都線時代は前、明里島は取り外し式であったが、豊橋鉄道移動後に固定式に改められた。1964年にも600型に改称し、さらに1968年にも3600型に、 解消され、東田本線の主力として運用されていたが、2、扉車であり、扉の配置上ワンマン化改造ができないことがネックとなり、1971年3月に3603が、同年6月に3601.3602が廃車となる。東田本線のワンマン化はこの年の8月から開始された。なお2014年より30交通が、 伊勢市内で運行している新都バスは543号をイメージしてデザインされている。ありがとうございます。